はい、どうもこみです。さて、本日も関西クラクラクラブホームクランからお届けしたいというふうに思います。で、本日のお話なんですけども、ですね、タウンホール12、13、14、どのタウンホール帯でもそうなんですが、プラン通りに行ってるんだけども、なんかユニットをやられちゃうんだよな。そんな経験ないでしょうか。こういうね、経験持ってる方に、今日の動画はぜひご覧いただきたいというふうに思っております。で、私のチャンネルなんですけども、基本的にクラン対戦の解説系の動画やっております。対戦で全回取るというところに対して、悩みがあったりとかいう方のね、ヒントになる動画、たくさんお届けしたいというふうに思ってますので、ぜひ最後までご覧いただきましていいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。というところでですね、本日のテーマは、ジャンプですね。ジャンプの呪文に関してちょっと、深掘って考えていきたいと思います。皆さん、ジャンプの呪文ってどういう風に使ってますかね？村全体にユニットが行き渡るようにしようっていう感覚で使ってる方結構多いんじゃないかなという風に思うんですが、先に言ってしまうと、それって大きな間違い。すべてにおいて間違いっていう風に言い切るのも少しなんかね、心苦しいものはあるんですが、まあ、基本的には、往々にして間違いですね。で、なんでかっていうところをちょっとね、まず今日動画4本見ながらじっくり考えていきたいというふうに思うんですが、このリブさんのアタック、リブさん申し訳ないんですが、ちょっとこれ失敗したね、アタックになります。で、プラン的なところを言いますと、まずここをデヒで、マルチインフェルノまでこう削りを入れていきますね。で、こちら側も削っていって、イエティとボーラーを、この部分からガーンと突撃させていくわけなんですが、ジャンプをね、ここに打つんですね、ここに。ここ。このジャンプの呪文の打つ場所っていうのが、非常にですね、もったいことになっているんですね。これが、どんな結果を生むか、ちょっと注目しながら見ていてください。そこまでの展開はめちゃくちゃ綺麗なんですよ。きっちりこれ、ベビドラのカットをして、この、マルチインフェルノピンポイントでグラウンドボールで狙ってますよね。このね、ウォールの誘導とか、時間もまだ2分5秒残ってますんで、めちゃくちゃね、2分5秒もっとあったかな。ちょっとこれ何分開始だったか忘れちゃったけども、短時間で、これだけのお出来の戦果を上げるっていう、ここまでがいいだけに、本当にもったいないですね。で、これ、ウッドランチャーで壁を開けながらも、ウォールブレイカーを使って、イエティたちが壁で止まらないように、1層目をちゃんとケアしてますね。この点もめちゃくちゃうまい。これで結構やらない人多いんですね。ウッドランチャーが開けてくれんだろうって言って、そのまま、ウッドランチャーに任しちゃうと、結構 ET とかが壁に捕まったり、壁から遠くに逸れてっちゃいますね。なんで、ちゃんと1層目は、ウォールブレーカーで開けましょう。で、はい、ここ。ちょっと見てほしいんですけども、ここで ET たちが、こっちにですね、ボーラーは、こっちに積んでるんですね。わかりますかね？ ET と、こっちがボーラー。こういう風にばらけちゃってるんですよ。で、これ、ウッドランチャーが、ちゃんと壁開けてくれてるんで、そこに一気に流し込んでしまえばよかったですけども、イーグル砲とか、ババキンとか、この辺を処理しようということで、ジャンプ、ここに打っちゃってるんですね。このジャンプのせいで、ユニットが一気にですよ、全体にこう散らばっちゃってるんですね。そうすると当然ヒーラーはこれ全部を回復するのは無理ですよね。なんで、イエティについてます。イエティたちは生き残ってますね。イエティたちはいい感じに生き残ってるんですけども、下の方にいたボーラーは、当然ながら全滅です。で、アーチャークイーンもここでクロークを使わされ、クロスボウからガンガン撃たれ、相手のロイヤルチャンピオンと当たるところで、ロイちゃんまではなんとか倒してくれるのかな、倒してくれましたね。で、ここで、まあ、落っこってしまうということですね。はい。で、イエティたちも、後ろからボーラーがついていないので、だいぶ火力が、少なくなってしまって、ヒーラーも、タウンホールのポイズンダメージ焼かれてっていう自利品のパターンになってしまう。で、まあ、今回のケースで言うと、もう序盤の入りはめちゃくちゃ綺麗なんですよ。文句の付けどころのない、もうプラン通りの入りができてるんだけども、そのプラン自体に少しもったなさがあって、実行面は完璧なんですけどね。ここのタウンホールの爆破ダメージをもろに受けるような、主力の入れ方をしてしまったっていうところがちょっと一個もたなかったところ。あと、これジャンプ。ここに打っちゃったんで、ばらけちゃったんですよね。このまあ、
あのバラケ、まあ、今回のテーマはバラケジャンプの付け方なんで、タンフォールのところに突っ込ましたっていうのはちょっとまた別の動画でしっかり解説しますけども、このバラケ、何よりバラケ。バラケちゃうとボーラーとかも回復をしてくれるヒーラーから離れちゃうし、で、イエティたちも、後ろにヒーラーはついているもののボーラーから離れちゃって、で、ボーラーたちの攻撃効果っていうのをちゃんとイエティたちのその補助として、利用することができなくなっちゃうんですね。バラバラになったユニットがカッコギギ働いちゃって、そのまま全部やられちゃうっていう。このパターンに陥ってしまうので、なるべくユニットは限られた方向に進めていく。今回のパターンであれば、せっかくここまでこう入ってきてるんだから、そのまんま、こっちにまず入れてしまって、で、その後にこう入れていくっていうパターンだったら、これは全然ね、成立すると思うんですよ。これは成立しますね。だけど、ここに一気にこう、突撃させちゃうから、ばらけてしまって、全部、こことこことここでやられちゃうってことですね。なぜならもう、ここの部分の防衛が全部元気に、生き生きしちゃうわけですよ。攻撃してきちゃうから。あ、それやられますよね。基本的に攻撃と、攻撃をなるべく相手の防衛施設にさせずに、攻め手側は自分たちが密集して攻めていくっていうのが、やっぱり基本的にクラクラのこういうね、ラッシュ系戦術の、基本になってくるので。というところでですね、見ていきたいのは次はですね、これを見ていきましょうかね。逆にリブさんに対して、メタアタック。すいません。ちょっと申し訳ない動画の撮り方をしている。リブさんに本当申し訳ないな、ちょっとこれは。でもまあ、本当にね、大事なことなんで、ちょっと、しっかりとお話をさせてもらいたいと思います。リブさん、今度、代わりに援軍たくさん提供しますんで、許してください。本当ごめん。ごめんね、リブさん。で、太一丼さんのうまかったのは、ですね、しっかり、中心部分をえぐって、ペッカボー、イエティボーラーのルートを作るっていう、このルート作りですね。さっきリブさんが惜しくも失敗してしまったところっていうのを、どういう風にリカバリーっていうか、まあ、リカバリーっていうかな、変えているのか、同じペッカー、イエティボーラーだけども、何が違うのかっていうところを見てほしいと思います。まあ、まずは食い火ですね。食い火で突っ込ましていって、で、中心部分、ここのイーグル砲の一個手前までしっかり削っていきます。ストライカーうまいですね。いいタイミングでしっかりとバーバリアンキングをレイジ状態で潰していく。このストライカーの仕事は大きかった。で、そのままアーチャークイーンは3次方面に流れていくのを見計らってこっち側から行くわけですね。これ万が一上方面のタウンホール方向に流れたらおそらく結果 ET を出す場所も変わってきたんだろうなと思います。で、ペッカー ET を束にし入れていくんですけども、見てください、これ。ペッカイエティが通るルートってのがめちゃくちゃ制限されてますね、ここまで。こういう風に。綺麗にこのまま、ペッカイエティもこの壁を殴ること分かってるんで、もうジャンプも何も使いません。ペッカイエティにそのまま壁を殴らせて、イエティボーラーか、ごめんなさい。イエティボーラーに壁を殴らさせて、こんな感じで突破していきますね。で、こっから先は、ちょっとね、際どくなってくるんで、ジャンプを、イーグル砲のところにこう深く入らないように。これじゃないんですよ。こうじゃなくって、こっち方面ですね。ここにかけてるんですね。そうすることによって、イーグル砲を、まあ、これ、うまいタイミングでね、ほぐれたら来ましたけども、ルート的には、こういうルートを作っているわけですよ。イエティボーラーたちに。こういうふうに。もう狭い範囲を、イエティボーラーが進むことによって、見てください、これ。ヒーラーがしっかりと、イエティとボーラーたちの後ろについていってますよね。まあ、ボーラーちょっとね、さすがにもうこの時点でもやられちゃってますけども、だいぶ。それでもまだ2体いるわけですよ。イエティたちを縦にしながら、ペッカを縦にしながら、ボーラーがまだこう、仕事をしているわけですね。で、これだけの仕事ができてきて、さらに、限定したジャンプっていうのを、これ中心部分にかけてませんよね、これ。かかってないんですよ。かかっていても、まあ、真ん中にイーグル砲ないんで関係ないっちゃ関係ないですけども、一回こう限定的にかけることを意識してるんですね、太一殿さん。それができているから、イエティたちは、もう狭い範囲を密集して進む。密集して進むから、目の前に対空砲があろうが、イエティとボーランがすぐそれ壊してくれるから、ヒーラーやられないし。で、ヒーラーがやられないから、イエティとボーラー、まだ生きてんすよ、ボーラーがこの時点で。最終までイエティとボーラーが仕事をし続けるっていう、この形が出来上がるわけですね。で、これは、中華式と言われる、ペッカスパビズを使おうが、ペッカイエティを使おうが、何をしようが、まず変わらない、もう鉄則です。ユニットたちを、広く散らわせない。今回の、タイソンさんのパターンで言えば、別にここにこういう風にジャンプを打って、で、こっから入ってきたユニットを、まあ、こんな風な幅で歩かせるっていう、こういう手もあったと思うんですよね。ジャンプを広くついつい打ち上がっちゃう人っていうのは、こういう形でプランを練っちゃいます。この広さ。
ていうのを歩かせようとしたんですけども、それをしないで、この狭さ、この狭さの中でしっかりとイエティボーラー歩かせたっていうところがポイントなんですね。だからここがね、ちゃんとプランニングの段階でできているかどうかによってえらい変わってくるので、ぜひね、プラン練るときには、どれだけ狭いルートを歩かすことができるかっていう風な形で、ルート取りをしっかりとね、プランニング練ってもらうといいと思います。はい、ではですね、本日のラストアタックになります。ドクター J さんのアタック見ていきたいというふうに思うんですが、この J さんのアタックっていうのも、クエイクとジャンプを持ってるんですね。で、ですね、先に言うとジャンプを先に使います。ここに使うんですね。ジャンプ、ここ。そうですね、ジャンプ。で、ここに、まあ、クエイク、キューディーかな。クエイクを使います。クエイクを使っていくわけですね。で、普通に考えたらって言い方もおかしいかもしれないけども、ここにジャンプをガッツンって当てたくなりません？タウンホール巻き込んで。投石機もあるし、まあ、クランジョーもあるし、クロスボウもあるし、思いっきりここにガッツリダメージ与えて、こういう広さの、なんていうのかな、区画を作ってしまいたいっていう風に思う方多いと思うんですね。こういう風に広げちゃいたいと。でも、J さんそれをしないで、この部分、ユニットがいかないようにするんですね。この幅で留めるんですよ。で、その後に散らしていくんですね。クエイク使って。で、その、効果によるユニットの散らばり方、これもイエティボーラーですね。全く同じなんで、すごい参考になるんですけども、ぜひ見ていてください、これ。で、これギリギリタウンホールのところにかかりそうだったんですよ。危なかったですよね、これね。ギリ危ないかったんだけども、かかってないんですよ。で、そのまま一気にイエティボーラーたちが、狭い範囲をこう突撃してるの分かりますかね。なんで、しっかりと、ジャンププラスレイジの、範囲にこう入っていくんですね。で、そこから先、この、投石のところにクエイク落とし、これ、若干ジャンプかかってたかな。なんか今、バーバリアンが一瞬そっちに向かったように見えた。でもまあ、ちょっとしかかってないやったらあんまり効果ないんでね。で、こっからばらけた瞬間に見てください。これ、ユニットがみんなやられてるの分かりますかね。一気にこのタウンホールを突破して、ここまでは良かったんですよ。だけど、ばらけた瞬間に、あっという間にイーティーとボーラーがいなくなってですね。あっという間です。ほんとあっという間。これぐらい、やっぱりばらけてしまうとユニットが一気に消えちゃうんですね。それをやっぱり J さん分かってるので、ユニットをばらけさせないように序盤のジャンプっていうのをまず選択して、で、それから後半ですね。ばらけたところで括弧撃破されないように、ばらけた先の施設にこうダメージを、クエイクによるダメージを与えながら壁を開けて、ばらけたユニットがやられる前にそこにある主力防衛を全部叩き寄るために、クエイクのダメージ効果、一気にユニットがバンと広がる、その幅広い壁開け、その二つをクエイクでやったわけですね。これ順番逆にしちゃうと、さっき言ったように、序盤で一気にユニットが分かれちゃって、下手すれば全部タウンホールの方に行って、タウンホールの爆破ダメージで全部やられちゃうってこともあり得るわけですね。実際よくそういうケースって本当目にかけると思うんですよ。そうならないように、序盤はジャンプでタウンホール区画には、ユニットが入んないように、幅を制限しておいて、後半のクエイクで一気に広げる。防衛にダメージ与えて、そのダメージ与えた防衛をバラバラになったイエティとボーラーがやられる前にやっつけてくれる。そういうような順番の呪文の付け方、使う場所の選択。これが、プランニングの段階でできてくると結構ですね、こういうラッシュ系戦術の全開率がパクッと上がってくると思うんでね。これ本当大事だと思うんで、ぜひ参考にしてもらえたらな、というふうに思います。はい、というところでですね、本日の動画ここで終わりにしたというふうに思います。最後までありがとうございました。で、本日のテーマは、プラン通りに攻めてるんだけども、全開が取れない方にぜひ見てもらいたい、ジャンプの呪文の使い方というところでお話をさせてもらいました。これはね、これ14だけでもなく、もうほんと13、12、おそらくね、11ぐらいまで使いますね、この考え方。タウンホール10ぐらいになってくると、割とですね、幅広くかけても、そもそも村の大きさがそんな大きくないので、広がる範囲も、まあ、たかが知れてるんですよね。だから、意外とうまくいっちゃうことがあるんですけども、11、12ってなってくるに従って、その考え方、マジで大事になってくるし、もう13、14は必須級なので、よく押さえておいてもらえたらというふうに思います。というところで本日の動画は終わりにしたいと思いますが、いかがでしたでしょうか？あ、これ参考になったなと思ったら、ぜひ、グッドボタン、チャンネル登録してもらえたらすごく嬉しいです。またですね、私 のチャンネル、こういうクラン対戦系の、ヒントになる動画、たくさん上げていっております。タウンホール12から14というところを、主な範囲としながら、2日に1回ですね、ペースで動画上げてますので、今後もぜひご視聴いただけたら嬉しいです。
では本日この辺で終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。